爆発寸前。鉄と火薬は海賊のロマン。バスターバスターもっちょバスター、クイーンアンズリベンジ。雨玉といえばサタ、ほいタル、ほい爆弾、ほい火薬、ほい燃火。甘いといえば飴玉。飴。あたた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 。わちゃお。甘いといえば飴玉。飴玉といえばサタ。飴。ほいタル、ほい爆弾、ほい火薬、ほい燃火。雨。雨玉といえばサタ。雨玉といえばサタ。ほいタル、ほい爆弾、ほい火薬、ほい燃火。ところでこの砲弾、実は巨大なタピオカなんですよ。お子様もアンチモンというところですね。まあ嘘なんですけど、クリーンアンズリベンジ、ダンディーティーチ爆弾。はい、僕知りて。変身。あれ、できね。知りて。じゃあ、ホーグ、炊きますね。こりゃきききききき、ぴょっ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 ぴょ。いくでござる、いくでござる。拙者自慢の大砲も大変なことに。クイーンアンズリベンジ。一方的ですぞ。雨。雨の間といえばサタ。ほいタル、ほい爆弾、ほい火薬、ほい燃火。あれ、拙者のヒロインは？天使みたいなスマイルをくれた拙者のヒロインは？幻想？よーし、どうよこれ。こう見えて実はお値段上下合わせて3キュッパキューピーなんだぜ。安すぎない？呪われてない？普通に呪われてる。マジでか。しかしこの霊を着た拙者、海外ドラマの第二シーズンあたりの最初はちょっと手前でいきなり死にそうな頼もしいレギュラーキャラの雰囲気ない？大人気キャラサッチシスって雑誌で特集組まれない？サッチ泣きとか造語が作られたりしない？